ナンバー・アイ、香水イベント CM 上映中止にファンが驚きと期待、安全性重視のメッセージに賛否。香水ブランド、イブ・サン・ローラン・ボーテの公式アカウントが、新ユニット、ナンバー・アイによる香水・リーブラのイベント CM 上映を突如中止すると発表しました。 平野紫仕様、神宮寺勇太、た、岸ゆ太によるスペシャルムービーが期待を裏切り、ファンの間で賛否の声が上がっています。今回の出来事は、ファンの安全性を最優先に考えた結果であるとされていますが、その詳細とファンの反応について詳しく掘り下げてみましょう。イベントの経緯と中止の発表。 イブサンローランボーテの公式アカウントは22日にツイッターを更新しナンバーアイによる香水リーブラのイベント CM 上映を中止すると発表しました。このイベントは20日から雑誌オウックジャパンの公式サイトで公開された動画を使用して東京の表参道ヒルズで開催されていました。 初日から多くのファンが集まり、21日には混雑が原因で動画放映を見合わせる事態となりました。安全性を最優先に考慮した決定。22日になり、公式アカウントは混雑のためお客様の安全性を考慮し、終了させていただくことになりました。とファンに向けて謝罪の言葉を添えつつ、上映終了を報告しました。 イベントは26日まで予定されており、祝日や週末にはさらなる人出が予想されていました。メーカーがファンの安全性を最優先に考えてイベントを中止したことに対して賛否両論の声が上がっています。ファンの反応。ファンからは中止の決定に対して様々な意見が寄せられています。 一部のファンは、残念ですがしょうがない。安全が最優先だから仕方ないね。改めてナンバーアイの人気の凄さを痛感します。と、理解を示す一方で、最高にかっこよい動画だったので、ぜひ現地であの空間で見てみたかった。地上波で流れても画面から離れられない自信あります。それぐらい破壊力のあるムービー、といった期待と失望が入り込んじる声も見受けられます。 ナンバーアイの影響力と人気の凄さ。中止となったイベントの一員として、ナンバーアイの人気が挙げられています。この新ユニットは、平野志洋、神宮寺優太、岸優太という人気俳優アイドルたちからなるもので、20日に公開された動画は短期間で多くの視聴回数を記録しました。ファンの期待が高まる中、中止というアクションは、 彼らの人気と影響力を再確認させる出来事となりました。ファンとのコミュニケーションの重要性。イベントの中止に伴い、イブ・サン・ローラン・ボーテはファンに向けて誠意ある謝罪のコメントを発表しましたが、ファンとのコミュニケーションの大切さが改めて浮き彫りになりました。ファンはアーティストや俳優だけでなく、そのプロモーションを担当する企業にも期待と信頼を寄せており、 透明性と誠実なコミュニケーションが今後のファンとの関係構築において不可欠であることが示唆されます。ナンバー I による香水リーブラのイベント CM 上映中止はファンの間で驚きと期待が入り混んじる出来事となりました。ファンの安全性を最優先に考えたメーカーの決断に対しては理解を示す声も多くありますが、 中止という結末が期待を超える影響を与えることも確かです。今後、ファンと企業、そしてアーティストとの信頼関係構築において、コミュニケーションの大切さが一層強調されることでしょう。